セザキングって有名人？キングはゲーム実況者だよ。おー、ハプニング。ライチちゃんが風邪を。早く元気になってね。別荘におったら風邪ひかんのかな、もしかして。お、スキレベルアップ。かなり大好き。ほい、続けます。それじゃあ料理をお任せ。お、ナミちゃんいいね。ハンマー当たるたら美味しそうやもんね。まずいのね。まずかったのね。ユッケっぽい感じかな。なんかね、生卵乗っとったよね、今上に。ルーレット。さあ、三つ星エプロンか経験値ちょっとください。あ、でも帽子と服ちょっと感覚狭い原因。あー、どう？いける？あ、これは経験値か。まあ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 、経験値全然いいよ。ほい、それじゃあこの経験値ちょっとを、ももちゃんかな、あげます。あとちょっとレベルが上がる。ほい、それじゃあお小遣いを。みゆちゃん、黒魔法ローブだから欲しいんだったらちゃんと買っておいでって。よし、オッケー。なんかゴージャスやね。いや、なんか超絶ゴージャスやね。あ、そういう感じ。でもなんか黒魔道士ってやっぱり黒いイメージがあるけん、これかな。それなんか一番ゴージャスに見える、ブラックとゴールドの組み合わせが。はい、それじゃあ出発。じゃあ今回服の変わったみゆちゃんとくらくんとユニポンちゃん、はい、出発。分かれ道だらけで全然進めねえ。行こう。でもあと多分もう新しい道が広がっていくというよりは、普通にそれぞれの道がつながっていくだけな感じがするけど。クラ君って有名人、なぜそう思ったの、石ちゃん。よく分からんけど、その判断基準が。石ちゃんにいいとこ見せたい。頑張ろう、みんな。来たよ、お化け傷ち。お化け傷ち率高いな。ね。どうだ。ほら、この屋敷の中だけでも何人助けてない人いるんだよっていうぐらい出てきてるけど。ご飯が楽しみ。石ちゃんにも分けてあげれたらいいんだけどね。よし、行け。なぜ単体攻撃したの？もっとこう、まとめて攻撃をしろよ。スケルトンエイター遊んでる場合じゃないよ。MP をけっちり。やつどきフォーク。あ、でも全然なんかやる気なさげな感じではないね。どうだ。けっちってもちゃんとやっつけれとるし。やっほー。これであと2回ぐらいかな。あと2回ぐらい来たら多分クリアできると思う。旗が立つと思う。お、ライチちゃん復活早かったね、今回。スキレベルアップ。かなり大好き。2人はハサミ打ち2を覚えた。ハサミ打ちする確率と効果がアップ。後ろから攻めるね。お、アスムトキングがプレゼントを買ってきた。いいね、中身は買ってきた。キング優しいけん何でも喜んでくれそうやけど、ありがとう。銀のスプーン嬉しいよ。まあまあ嬉しそう。まあまあね。まあ贈答用に食器ってあるやろうけんね。スプーンだけ渡されてもあれかもしれんけど。ほい、それじゃあ料理でお任せ。どう？あー、キングはもらったスプーンを使う
使う機会がなかった。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。三つ星エプロンか特上スライムゼリー、さあください。MP 雨が来そうな予感がですよね。しかもちょうどど真ん中。ほい、お小遣いはまだ誰か買えると思うよ多分。ほい、それじゃあナミちゃんとモモちゃんとルキアくん、さあ出発。あと2カ所やね。オッケーオッケー、行こう行こう行こう、お腹すいたよ早速。ほい、それじゃあ真ん中の道に頑張るぞ。そう、やる気出して。お腹は空いたかもしれないけれど、後からきっと美味しいものがあるけん、多分ね。多分ね。ほい、それじゃあ下の道に、でもアコ多分合流するだけなんよね。ほら、それまでの道に何かがあるわけでもない。なんかこういう無駄に道を分けるのちょっとやめてほしいな。ね、なんか旗を立てていきたいけん全ての道を行きたいんやけど、あれだけのためにって感じやない。アスマにいいとこ見せたい。かまいたち、あの目が本体についたら可愛いかもしれんのにね。本体ちょっと怖い感じやけんさ。頑張った。もうちょっとかな。うん、もうちょっとよ、大丈夫。まあね、宿屋に着く手前に、すぐ手前にモンスターがおるんやけど。お、大穴？これでみんな安心。でも石ちゃんの前には仕掛けてあげないのね。一時的に一緒にいるだけだからってことかな。今の罠は？あ、とりあえず誰かしら一人がダメージというか、誰かしら一人が攻撃を受けたら、もうその時点で大穴は解除されるってこと。フラウノだ、爆薬フラスコ。どうだ、アスムたちの勝利。筋肉痛になりそう。頑張れアスム。なんか全身真っ青やね。アスムの今あれ何やった？スライムのやつやったっけ？お、好きレベルアップ、すごく大好き。お、あれはみゆちゃんとももちゃんかな。みゆが当たっている。ダバダバシャバダ、楽しい。お、好きレベルアップ。なんかちょっと豪華な衣装みたいに見えるよね、みゆちゃんの。大好き。ほい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。三つ星エプロンいいね。三つ星エプロン、ライチちゃんってことかな。三つ星、なんかめっちゃ美味しい料理作ってくれそう。あー、これは HP バナナになる予感がですよね。ペア旅行券が良かったなー。あと一歩、あと一歩やったのに。ほい、そして、あ、ごめんね、帰ったら美味しい料理がとか言ったのに料理一個もないや。まさかのハンマーステーキやっけ。あれ落としてくれればよかったのにね。ほい、それじゃあココちゃんとミユちゃんと、クラくんで決定。さあ頑張っていこう。あと一箇所や。ここの最終目標って何やった？お化けを追い払うことやったっけ。ってことはなんかボスがおるってことかな。さあ一番下の道に、イシちゃんです。
今自己紹介をされてもね、知ってますよって感じやけど。お、来たよ、スケルトンたち。いけ、劇薬フラスコ。おし、いいぞ。アスメたちの勝利。なんかあれやね、こう、メインのストーリーが終わってから神様が現れんけど、もうなんか遠くからそっと見つめよるだけなんかな。遠くからそっとなんか見守ってくれよるだけなんかな。クラ君は疲れてフラフラで危ないよそこ。明日も何をやってんだ。ごめん。ごめんじゃねえし、起こせよ。あ、クラ君はアスムに向かっときた。そりゃ向かっとも来るよね。あ、でもよかった。堪忍袋の方は切れんかったね。思ったよりもここ遠回りな感じなんや。スタート。ブラックホール。お、貴婦人から、あー、料理。盗み損なったか。なんかこういう絵の顔やったらさ、なんか、ついてる顔によって印象がガラッと変わるね。絶対貴婦人じゃないやろって感じの顔のやつとかおるやん。役に立てるかな？大丈夫よ、石ちゃん。追ってくれるだけで。ね。多分みんな結構強いけん。なんかそこ一気に来たね。とりあえず、ここの道はこれでクリアか。好きレベルアップ2組。かなり大好き。2人はハサミ打ち2を覚えた。ハサミ打ちする確率と効果がアップ。後ろから攻めるね。すごく大好き。ほい、それじゃあ料理を。よかったね、今度こそ料理だよ。ルキア君は食べれてるかい？食べれてたけど、なんか死んでたわ。死んでたわ。ほい、そしてゲームコーナーでルーレット。三つ星エプロン。なんかどんどん狭まりよる気がする。経験値かペア旅行券って感じかな。さあ来い。来る。ペア旅行券 B クラス。ほい、それじゃあこれをクラ君とユニポンちゃん、バカンスレッツゴー。さあどうかな。楽しい。二人は旅行を楽しんだ。ここはホテルとかっていうよりもちょっとコテージとかそういう感じかな。もうちょっとでスキルレベル上がりそう。ほい、それじゃあお小遣いは。誰も欲しがらないのね。てか足りんのかな。ほい、それじゃあももちゃんとルキアくんとキング。バッ。ほい、それじゃあ宝箱の方行ってみようか。ゴーゴーゴー。いい人見つかった。よかったね、私たちに話しかけて。話しかけて、こっちが話しかけたけど。ん、またしてもあれかな。ここの屋敷はちょっと悪夢を見やすいんかな。夢か。でもこれお昼寝して疲れが取れたってなるけどさ、実際あんな夢見たらなんかちょっと精神的にやられそうな感じするけど。石ちゃんにいいとこ見せたい。お、大きい宝箱開ける。悪魔の心臓が入っていた。え、何悪魔の心臓って。あ、武器なんこれ。ほう、怖っ。え、超怖いんやけど。でも一瞬ちょっと食べ物かと思った私はさらに怖いね。ほい、続ける。
それじゃあゲームコーナーでルーレット。お、ラフレシアの花、キングやね。これは多分割合的にラフレシアの花か MP 飴ってなりそうやけど、なんか MP 飴になりそうな予感がしなくもないけど、通り過ぎろ。あ、通り過ぎてペア旅行券に、あー MP 飴、 MP 飴を1個ゲット。ほい、それじゃあお小遣いはいらない。ほい、それじゃあ、あ、今回このメンバーでいっか。前回戦いも何もしてないもんね。ほい、じゃあこのメンバーで、あ、多分あっこがゴールやね。じゃあその前に、あ、こっちも行ってないやん。ちょっと待って、ほらこっち側行ってないよ。行こう、ゴーゴー。セザキングって有名人？キングはゲーム実況者だよ。ここも分かれ道あるんか。褒めて褒めて。ルキア君何をしたの？褒められるようなことをしたのか。お、ももちゃんにいいとこ見せたい。爆薬フラスコ。でも悪魔の心臓を持っとると思ったらすげえ気持ち悪いけどね。そしてそれを振る。まだまだいけるよ。張り切ってるね。でもここ全体的にお金がしょぼいっていうのがあれなんよね。食べ過ぎ注意。それはきっとイシちゃんだけだ。敵が多いかな、ここ。ブラックホール。まあ、一瞬やけど。余裕だった。お、ハンマーのタルタルゲット。やったで、食べ物もちょっとね、いろいろと補充しておかんかったら。宝箱開ける。2500ゴールドゲット。食べ物とお金をじゃんじゃん手に入れていきたい。今日の服お気に入り。マジで楽して勝ちたい。まあ、多分みんなそうだと思うよ。みんな基本的に苦労はしたくないよね。お、好きレベルアップ。かなり大好き。お、ナミちゃんとココちゃんがプレゼントを買ってきた。お、ココちゃん何買ってきたん？買った。あげる。ココはナミにプレゼントをあげた。どうも。お、ろうそく。いいんじゃない？大事にする。ナミは喜んでいる。ろうそくって聞いたらあれやけど、要はキャンドルやろ。英語で言っただけやけど、かなり大好き。アロマキャンドルとかね、友達も家で炊いとる人とかおるけど、おしゃれよね。ほい、お任せ。まあ私はそういうの一切してないけど。お、みゆちゃんが死んだ。見た目美味しそうなんやけどね、あれ。ほい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。ラフレシアの花をください。とりあえず HP バナナ以外やったら何でもいいかな。とかって言ったらなんかね、止まりそうな気が。お、大丈夫か。ケーキいくか。おっしゃー。うわー、いいな、美味しそう。いいね、ケーキ食べたいね。ほい、それじゃあお小遣いは。お、ライチちゃん、三つ星エプロン手に入らんかったけんね。まあ、買うか。三つ星エプロンを買ってきた。いいね、かわいいね。他の色とかやったら、どうかな。まあ、これでいっか、紺色で。あ、そして思い寄ったのが、仲間？着替える？仲間かな。アスムの職業をちょっと変えておこうかなと。アスム戦士で行こう。
でもレベル30結構上がっとったんやね。科学者レベル38まで行ったけど、まあ、ここでまたアスム戦士に戻しましょう。ムキムキになったよ。好きな仲間ももちゃん、そういうのあるんやね。あやけんやたらとももちゃんにいいところを見せたがるわけね。ほい、それじゃあ今回はココちゃんとライチちゃんとプラくん、はい、決定。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。